カチ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 、はいはい、え、何最近どうですか。最近、はい、最近あの仕事の調子どうですか。会長、あ、仕事の調子めっちゃいいよ。めっちゃいいっすか。女性関係で、あ、モテるんですよ。突然ね、いろんな人から声かけられたりね、あとね、DM とかでね、お食事行きませんかとかいっぱい来るんだよね。だから、多分俺の人生のモテる波が来て、波に乗ってるんじゃねえかっていう、そう思ってるんですよ。言っちゃいました。言っちゃいました、波に乗ってるって。乗ってるよ、波に。乗りましょう。乗りましょう、リアルな波に。え、どういうこと。今、流行りのウェイクサーフィンっていうのがあるんですよ。ルーレット的なことをやってもらうので、うん、どこでウェイクサーフィンやるか決めます。何する。ウェイクサーフィンやるの決定なの。もう決定です。スカイチーム今いろんなことに挑戦してるじゃないですか。やったことないウェイクサーフィンやってもらおうかな。マジで、うん、乗ってるって言っちゃったんで会長。オッケーオッケー、じゃあいいよ、分かった、やるやる。これ僕自前で作ったんで、これでどこに決めてもらいました、うん、会長に。昔、うん、こういう遊びやりませんでした。やったやった。どこ行きだよ。どこ行き。どこ行き。リアルどこ行きです。リアルどこ行き、はい、なるほどね。リアル版どこ行き。え、違って。なんかおかしいのあるよ。おかしいのあるよ、ずいぶん。諏訪湖、琵琶湖、これ何。いや、バンコクのタイ。タイにあるの。何、ウェイクサーフィンできるところあります。どこに行くかっていうの面白い。はい、決めるんで。面白い。狙ってるのはちなみにどこ。山中湖狙います。山中湖。山中湖一番近い。近いとこ狙ってるじゃないですか。狙いは山中湖。うわ、え、どこ。琵琶湖だ。うわー、でも遠いけどいいよ。でもこっちよりはいいわ。バンコクよりはいいや。海外出張狙ったんすけど。いや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 、タイに行って遊びたいだけでしょ。じゃあ琵琶湖に行こう。琵琶湖さん、琵琶湖ちょうどいいじゃん、バンビーがいるから。うわ、琵琶湖のバンビー、琵琶湖のバンビーのところに、じゃあ8月に行っています。 OK、 行きましょう。はい、俺だって世界に出してるからさ。会場ついに来ました。え、琵琶湖です。来たね。な、波に乗りたいって言ってたの。琵琶湖の波に乗りたいわけじゃない。最近女の子にモテるから人生の波に乗ってんじゃねえかなっていう話じゃない。なんで俺サーフィンやらない。いや、いいじゃないですか。まあ今日会場一人じゃ無理だと思ったんで、うん、講師の方呼んでるんです。あ、講師ね。はい、どうもー、琵琶湖の船長バンビです。もうね、うるさい。会長なんかテンション低いじゃないですか。いいのに出ますよ、この琵琶湖は。頑張るけど、はい、僕がしっかりと三浦会長レッスンしますんで、バッチリ波に乗りましょう。波乗れる。はい、人生の波にも乗れる。人生の波にも乗らせます。一人でサーフィンやってもあんまり面白くないって言われて、対戦相手呼んでます。よっ、桑田社長です。三浦。あー、いやいやいや、三浦ひよってんな、これ。琵琶湖のなんかミジンコクラスにちっちゃいこと言ってんな。いやいやいや、リューピーはね、リューじゃなくてね、ミミズだから。おい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 、琵琶湖の上でのた打ち回るミミズだから。何言ってんだよ。うなぎ食ってきたわ、お城に。知ってるわ、さっきインスタグラム見たわ。俺なんてだってあれだよ、カメラマンの大輝くんと一緒に、はい、立ち食いそばだよね。6分で食べるよ。申し訳ない、申し訳ないわ。琵琶湖、うん、2回目なんですけど、僕初めて。はい、あ、三浦会長と比べるとちょっとフライングで、あの、もう今年やったんで。へぇ、はい、でもね、そのぐらいのハンデでいいのよ。もともと持ってるものが違うから。もともと持ってるものが違うから。僕は三浦会長をしっかりと、うん、あの、教えたいと思います。はい、え、はい、リューピーの子もこうでしょ。なんかいるらしいですよね、あの2020年チャンピオンが。あー、あれだ、2019年か、ね、2019年だ。どうもどうもどうも。いや、2019年チャンピオン、やった、映りました。コーチ映していただきました、ありがとうございます。ジョーです。あ、ジョーさん。ジョーです、はじめまして、よろしくお願いします。こっちチームとこっちチームだったらいいですね。そうですね。はい、はい、ちなみにバンビさんとジョーさんどっちがうまいですか。彼ブランクがあるんで。はい、まあでも大したことないですよ。まあ彼のチャンピオンを取った時も、はい、まあレベルがちょっと上がってきてるんで、へぇ、彼の時代は正直誰でもチャンピオンを目指せてたかなって思ったら、煽り合いが怖いよ。なんか技が多いんですけど、正直あんまり勝てない。さっき僕に無茶言って、
3060やって、サーティー、サーティー、サーティー、え、サーティー、何でしたっけ、スリー、スリー、このコーチアホっす。え、だってフランスで180行く言うてんやから、それ倍ぐらい行ってもらおう。アホだわ、本当に。じゃあ今から、エクサーフィン。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。これいくらするの？蓋自体は20万ちょい。あー高いね。でデザイン一面裏面で4万、表面で4万。30万ぐらいするね。はい、じゃあ入ります。すごい。日本なんで何もレッスンせずに行きますね。すごい。すげえ。これマジで前の琵琶湖来た時のボートより全然波がいい。めっちゃ波がいい。ねえ、こんなにもっこりしてないもん。もっこりしてない。右軽いよ。もっとやっちゃうやっちゃう。右軽いから。もっと右入れて。確かに波の出方もね、もっこりは左だったね。ねダック。はい。君は一体どっちがもっこりしてる？僕右ですね。僕も右です。はいお願いします。どうやってやるの？すごっ！すごっ！さあ、行くぞ！教えてるのジョーさんだもん。あ、ほんまだ。ちょっと先生ジョー教えて。腹が痛い。腹が痛い。バンピアが痛いから。お前、これが三浦会長やぞ。お前今のね、嘘です。嘘教えてました。こいつ意味わからって顎を引いて、もともと持ってるものが違うから。一本目で高かった。え、もう食べてるやん。僕の横からしてよかった。大げさじゃなくて、マジでめちゃめちゃ怖いですからね。初トライであれはうまい。すごい会長。すごい。素晴らしい。ながらあっぱれでございます。左足に体重をかけるには。言ってくれればそれも分かった。そこまで言っちゃうと、あのごっちゃになるかなと思ったんですけど、今会長多分全部言っててもいけましたね。今の感じやと。ユーピーできんのかな、ユーピー。会長立てないと思ったら、立ってる。いやもう僕手抜いてきてる。ユーピー練習させてあげないとかわいそうだから。ユーピー濡れててもかっこいいね。揺れたリューピーはかっこいいよね。かっこいい。なんか知らんだけ。出ました、俺のドラゴン号。ドラゴン号。ドラゴン号。遅いじゃねえからな。会長よりはね、長く滑るわ。絶対。言ったな。入り方。Yeah.
まあ、でもまあ同じぐらいと思います今のところ。確かにね、はい、いい勝負ですよ。まず一発目にしてのレベルが高い。いや高い、二人ともめちゃめちゃ高い。これは結構すごい。よし、でハーフタイミングは言うんで、またオッケー、はい、そのタイミングで話してください。はい、ちょうどいい。感じでしたね。いや、三浦会長めっちゃセンスいいっす。いや、さすがですね。なんでサーフィン上手いっすか？いい質問するな。俺ね、サーフィン上手いとか上手くねえとかいうやつ大嫌いなんだよ。こんなんだったら普通に裏読んでサーフィンやるから、俺は裏から表出てんだよ、わかる？桑田、はい、あの龍じゃねえな、なんだっけ、ミミズだっけ、ミミズ、ミミズだっけ、ミミズ、ミミズがなんか水面の上をバタバタやるんでしょ、今日。全然飽きてない、あれは。会長に対する人。胸板ばっか厚くしすぎ。胸板ばっか厚くしすぎ。バランス感覚崩れまくってるね。ああ。最近さ、ダイエットしすぎてもうガリガリじゃない。負けるわけないよ。サーフィンってのは体感だから。今日の対決、勝てると思います。余裕だね。ジム週2日、週1サッカー。まあ、鍛えてますよ。まあ、かわいそうだよね、俺と今日対戦するみたいなんだけど、世界目指してるからさ、素人相手にしてもしょうがないじゃない、うん、毎週毎週20代の若者とサッカーしてる俺、カマセイヌってなって、カマセミミズだね、あいつはね。たかだかサーフィン波乗りごときでね、負けるわけないでしょ。夜の仕事しかできないやつは勝てるよ、余裕で。会長、残念でした。ピッ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 。
絶対は。ゆうぴょん押して。ゆうぴょん7秒だった。ゆうぴょん7秒だった。惜しかった。もうちょい、もうちょい。体感10秒だったな。体感10秒だった。あれおかしいな。正解。そう、ちょっと待って。これ悔しいわ。会長、会長、その前にちゃんとカミングアウトしてあげないと。11秒え光中、おめでとう。おい結構長かったなって思ったんだけど、違和感しかなかった。本当にめっちゃ綺麗じゃん。あ、よかった、すごい。クワタシャットは11秒だったんで、11秒超えたら三浦会長の勝利ですね。もうそれ勝利決定なんだ。諦めてないよね。もともと持ってるものが違うから。世界目指してるからさ。ウェイクサーフィンの対決、声がちょっとおかしいけどよっ、楽しかった。まずちょっと立つところをね練習して、うん、普通の人より上手ってるでしょ。めちゃめちゃ上手かったでしょ、2人ともセンスだから、うちは、はい、もうセンス抜群で、センスだけで KM やってきてるからね。それはいいっすね。今日はまあちょっとどっちが長く立てるかだったけど、今回は別になんか勝ち負けじゃなくて、またちょっとチャレンジしましょうよ、うん、あ、よし、ぜひね。また琵琶湖へお越しください。本当に僕大会出るぐらいまで頑張るんで。お、またちょっとリューピーやりましょうよ、ね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。対決でも何でも。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。さよなら。イエーイ。イエーイ。片手、あ、いいいいよいいよ、片手。